小出ブルーっていうのがパッと浮かんだんですね。でブルーっていう言葉の中にはその、まあ、文字通りその、まあ、ちょっと憂鬱なブルーな気持ちっていうね、そういう先生のご苦悩っていうことで私はこうやって書かせていただいてきたんですけれども、そういったところにもリンクするし、でその私が使っているその先生を書く時のその絵の具がいつもブルーが基調になっていたもので、そうですね、あのこれちょっと自分的にもあそこに何かこう何か着地できる、うん、で小出ブルーっていうその短いセンテンスのね、ちょっとこうあの小出先生をまだ知らない人たちも大勢いると思うんですけれども、小出さんをね、うん、あそういう人たちに向けても発信できるようなあのタイトルとしてちょっとキャッチーなね、そういったものが欲しいなと思って小出ブルーっていう、全然違いますよ、このブルーですね、このすごいこう透明感っていうのは、うん、やっぱこれを見るともうちょっと濃くしてもらえればいいんだろうか、ちょっと色ってすごく微妙でデリケートなものですから、ブルー系の、これとまた違うね、本当に先生のご体感間際のその2年間に密着させていただけたっていうことは本当に何なんだろうなっていうかね、うん、自分の中の気持ち的なことも自分でも自分がこう信じられないようなそのなんかその書きたいっていうこの思いっていうか、なんか自分だけの力じゃないみたいなね、ちょうどね今日9日、うんうん、1週間過ぎましたけどね、うん、先生がそうですね、まあ、実験場をお辞めになられて、うん、なんかでも夢のようですね、あそこに先生がもういらっしゃらない、うん、あの時あの場所であの小出バーのそれがここに詰まってます ね、 そ、 うですね、その一部が、うん、小出バーにのねお話がこうやってこう活字になるっていうのはこの本しか多分ないと思うので、うん、この世にはね、うん、それがやっぱりね、うん、貴重だと思います。テキストを選ぶときに、うん、あの先生のご書籍の中でね何かこうお好きなものって例えばありますかみたいなことを私が聞いたときに、うん、うーん、私は小出バーが好きっておっしゃっていただけたのがなんかすごい嬉しかったです、うん、ねえ、なんか多分誰もこうなんか先生がこう素 の、 あの様子でこうポチポチと語られるっていうのを誰もそれは
ご覧になったことがないかなという思ったんで、でなんかそこでも先生の持ってらっしゃる玲子さんの言う恋出陣っていうのがちゃんとそこにも存在してて、それがやっぱり素敵だなと思った。